シムコプターはマクシスから1996年に発売されたリアルタイムフライトシミュレーションゲーム。都市で発生する様々な問題をヘリコプターによって解決することがゲームの目的である。また、同社のシムシティ2000で作成した都市のマップデータを読み込むことができる。当時マクシスの社員だったジャック・サービンは上半身裸にスピードのパンツを履き、 互いにハグしたりキスしたりし合う男性キャラクター群を特定の日に大量発生させる仕掛けを作った。そのキャラクター群の乳首は本来通路を照らすために使うような特殊なレンダリングモードで描かれているため天気の悪い日であっても遠くから乳首が見えることがあった。本作にはこのようなキャラクターが大量発生してヘリコプターの周りに集まるバグがあり、 プレイヤーはヘリコプターの回転翼でみじん切りにしたりヘリコプターに乗せて病院送りにしたりすることで簡単にゲーム内通貨を稼ぐことができた。このイースターエッグは発売直後に判明し後期版からは削除された。結果として本作の発売日は延期となりマクシスはクリスマス商戦に乗り遅れた。マクシスはサービンを生む許可のコンテンツを導入した角で解雇した。 サーヴィンは、マクシスの労働環境への不満から、このようなことをしたと述べている。この騒動を受け、ゲイのエイズ感染問題に取り組んでいる、アクトアップがマクシスの商品のボイコットを呼びかけ、サーヴィンは、ボイコットについては、否定的な見解を示している。それから数ヶ月後、シマークという組織が、このような男性キャラクターをゲームで発生させることを含む十六の創造的な、 破壊行為をしたことを認めた。サービンは、この組織から5000ドルの為替を受け取ったとしている。ありがとうございます。